ちなみにあの皆さんも当然のことながらワンダーランドフェスは、いや、なんかレースがあるらしいでしょ。そうそう、おおおお、ちょっとまだ言えないの。まだ言えないけど、言えないっていうかあのパンフレットの裏に書いてない、それ書いてた、書いてあったよ、ロニーさん書いてあったよ。え、それって誰が走るの？レジェンドカップみたいなのも書いてある。いや、レジェンドカップやるよ。いや、次はこれでしょ、もうレジェンド、ロニーがこれでしょ。あ、そういうこと。いや、僕このこれこれ、ロニーさんこっち、これなんだっけ。あ、違う違う違う、いや、ロニーはフェラーリ、じゃあロニーフェラーリ、ロニーフェラーリ、フェラーリ、フェラーリ、俺まあトヨタだよ。そんなの、これ次よ、何が俺、どうだ、キラチョカさん、俺 78RB 乗りたいって言ってもらった。 78RB 乗りたいけど、ちょっとあんま言い過ぎるとね、トヨタこれチャンピオンだもんな、チャンピオンだもんな。でもさ、あれいいよね、マクラーレ乗ってみたいよね、あのジェームスハート。じゃあこれ、ちょうど F1 の三台がなんかウィンク取れちゃうね。え、だってさ、あれこれロータスはさ、ロニー・ピーターソンじゃない。あ、でもこれピーターソンじゃないね。あ、ピーターソンじゃない、これピーターソンかな。だからロニー・ピーターソンの車も来るらしいよね。あ、来るの、来るって。だからロニーが乗った方がいいよ、ロニーだから。ロニーつながりだね。ちょっと本気になっちゃうね、乗ると。セーブ効かなそうだもんね。やめたらいいじゃない。なんか一コーナー刺さってたら怖いよね。ほんとほんと、それが一番怖いから。でも、え、それ乗るわけじゃなくて、それだけじゃないでしょ。これでレースするしない、しない、しない、しない。そんなわけないじゃない。いや、3人走るよ。走るでしょ。デモランをやって。デモランでね。チェカレンジャートークショーあるのかな。やりたいけどね。やりたいね。やってほしいですか、皆さん。ね、おお、すごい。これスピードエイの人聞いてますからね。スピードエイの人聞いてますからね。来るかも、来るかも、みんな。ね、やりたいね。やりたいね。どっかで。じゃあ、チェカレンジャートークショーは有料でやろう。有料、シーパドック。シーパドックでやる。シーパドック。シーパドックでやる。面白いね。そう、面白い。でもワンダーランドフェスね、これ本当にあのさっきね、サーキットアナウンサーとオークションでもあったんですけど、要は各メーカーの車が一堂に走るのはこのイベントしかないんです。そうですね。日産は日産、トヨタはトヨタっていう風にしか走らないでしょ。走らないね。そう。だけど本当の車って走ってます。ホンダはまだこの時ないんじゃない違うか、うん、分かんない、分かんない、分かんないけど、ね、だからちょっと今回のトークショーに関してはもう安心してるから誰もついてないっていうね。この中で何、ホンダは一台もない。ホンダはいないね。いないいないいない。いる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 。シビック、シビック、シビック、どれどれ、シビック。ああ、後ろにあるじゃん。ああ、シビックね。どれどれ、シビック、あるの、これ、そう、こっちだね。いや、えシビックどっかだろ。杉尾さん、どれどれ、これこれ、あ、これ本当なんですか。やばい、また聞いちゃったよ、お客さんに。いやいや、いやいや、僕聞いてないよ。平塚が聞いたんだよ。ちょっと教育はね。そうだね。最初のトークションの時にお客さんから聞いたら、前代未聞、お客さんに教えてもらうと怒られたんだろ、我々ね。この車、この車だって、富士スピードウェイとトミカがコラボしてできた車で、そんなわけないじゃん。そうね、これ、いやいや、そう思ってる人がいい。ね、走ってたね。走ってたスーパーシリー。まあ、昔のインターポルトと同じだよね。富士ばっかり走ったもんね。あ、これね。まあ、映像がさっきありましたけれども、かっこいいね、これね。かっこいい。改めて完璧な説明してくださいよ。じゃあこれね、スーパーシルエットはね、これは長谷美さんが乗ったスカイラインで、はい、星野さんは、どうぞ、これね、星野さんはシルビア乗ってて、うん、で、柳田のマーパパは、春人さんは、コカ・コーラカラーのブルーバード。はいはい。だからそれで結構ね、日産なんとか軍団って言われて、なんかターボ軍団。あね、火事になりそうなぐらい火出てますよ。しかもね、それはまだ火が足りないんだって。あ、そうなんですか。本当はその、はい、もっと長く火が出るんでしょ。え、そうなんですか。もっと、そう、もっと出る、ぶわーっと出るんだって。映像射撃みたいな、ロータリーみたいな感じのさ、後ろ、うん、でまたぶわーみたいな、なんか火が出たやつは偉いみたいな、そんな感じだったらしい。うわ、すごいすごいすごい。これ、ボンボン、タイヤ燃えちゃうよ、タイヤが。ねえ、杉尾さん、こういう時のタイヤ大丈夫ですか。これ大丈夫、大丈夫ですか。多分ね。え、エクソーストは何、片側だけの。そうそう、だって片方しか出てないじゃん。直四だから、4発だから片方ない。なるほど。昔、この時代に V 型エンジンなかった。なかった、なかった。まだ直列だったからね。直列、直列6気筒とかね。ねえ、すごいよね。でもこれがちゃんとした形で残ってるのかな。いやこれ劣等したんだよね、多分ね。あ、もうちゃんと綺麗にね。綺麗だね。でもすごいですね。いや、汗美さんはものすごく自慢してるから、この車多分すごいうるさくて、ちゃんとね、綺麗にして、綺麗にしてください。82年でさ、600馬力あったんだよ。
すごいよね。言ったね。だって今の GT でも同じ直四と直四の規格でターボじゃないですか、はいはい、まあ直噴ターボですけど今は。そうだね。当時はね、まあ、まだインジェクターですけど、はい、これで600馬力でさ、あの当時あったらすごいよ。すごいですね。でしかもブースト系がついててさ、もういや、もうやばいね。あそこにブースト系ついててさ、あれやばいわ。真ん中のメーターでしょ、あの白い。そうそう、白いやつ。あれブースト系、あれ機械式だよね、あれね。そうそう、絶対機械式だよね。でもね、あの僕もこのあの今の GT になって直四ってすげえ下がなくて、ブースト系つけてって言うと、ブースト下げたくなかったから、はいはいはい、だからブースト系つけてったら、いや、格好悪いから嫌だって言われて。嘘でしょ。本当、本当、本当、あれでブーストどこにかかってる。だから大体まあ 1.8 とか、ね、2はいってないぐらい。2はいかないぐらい、うん、1.8、1.7 とかそれぐらいじゃない。そこのブーストを上げるとかって、いや、その最高のブースト圧の設定ってのはなんか各メーカーちゃんと決まってるの。いや、決まってるっていうかさ、ブーストなんかはさ、やっぱりあのアクセル戻したらゼロになるから。だからそれを早く立ち上がるようにさ、はいはい、アクセルを踏みたいわけだよ、うん、そのためにブースト系がついてる。あ、限界はある？ブーストの限界。あ、あるあるある、もちろんもちろん。エンジンが壊れた時は限界だけど、ターボの大きさでね、ブーストの限界って決まるからね。だってね、あの2キロぐらいかけると、あのかけられるんだけど、エンジンが持たない。そうですね、ピストンとかね。そう、ピストンが溶けない。そっかそっかそっか。その辺やっぱりちゃんとバランスがあるから、まあ、各メーカー結局一緒になるんだよ、大体ね。そうそうそう、ね、まあそんなね、走り屋さんがつけるようなブースト系をつけたいっていうのは大体あなたぐらいですよ。あ、これぐらいかな。皆さん感覚でちゃんと走ってます。そうそうそう、ね、ほらほら、もう手叩いてますね。嬉しいね。いや、勉強になりましたね。そうですね、勉強になりました。サンコーローレル乗り回してる場合じゃないか。サンコーローレルも特化ターボだから、はい、横向いてニュートラルの時にアクセルを叩かないと加速しないわけです。そういうことだね。ね、そうそう、だからそういうところから今のレースに。そのスキルはスーパー GT に生きるんだろうか。生きる生きる。いや、生きてるよ。あのタイでほら、車が曲がってんのにもピッと帰ってきたから、ドリフトしながら。あ、そうだね。いや、あれあれはね、あれはね、レクサスみんな見ててテレビを、ね、うわ、スキルさんすげえと思う。いいこと言うね、君ね。ほんと頑張れよ、ほんとに。そうそう、レクサスだけじゃない、チームメイトもそう。いや、本当に。いや、すごいよね、あれね、ロディね。すごいよ。いや、だから、ああいうことができるのは、本当に杉尾さんと小暮さんしかいないですよ。そうだね。だって、小暮さんだって、スゴで車、後ろガシャーンなって、もうタイヤ、俺、こんなになっちゃって、ね、ピットまで帰ってきちゃったんで。ね、違うね。違うね。まあ、伊達にあの富士の乗り場でドリフトしてる。練習してるね。練習してる。まあ、小暮さんっていう名前出してよかったのかどうか分かんないけど、ね。まあ、そうですね。K さん、K さんぐらいにしといて。いや、ミスター K にしといてください。そう、ミスター K ね。まあ、多分、釣りの中で、とにかくピットに戻らないと、あのタイヤがついてなくても、なんとか、なんとか。よく動こうと思ったよね。いや、なんかね、動けたから、あ、大丈夫かな。多分、車は壊れてないと思ってた。あ、なるほどね。多分、ちょっとタイヤが垂れてきてオーバーしてやった。横向きながら走れる走れるとか。そうね。でも来年の、あ、こう今年のね、チャンピオン奪回のために、もう何かこうロニーもロニチェガも次チェガも何か動いてることとかあるの？動いてるって何が動くの？いやいや、ちょっとそうそう、ヒラチェガ、ヒラチェガの何か対応の毒を混ぜるとか。いや、このチャンピオンの前に、の前でさすがに言えないですね。言えない言えないね。とかにはやってんだよ、ロニーはね。やっぱ敵対心すごいから、言わないもんね、珍しくね。そう、明けましておめでとうって握手しようと言ったら、ロニーはこうやってやってこうやってやったからそうか、ね、そうなんだ、ロニーみたいな。もう落とさのから書き引きね、書き引きがもうどうせテストがね、これからまたポンポンってあるんだけど、だん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 こう GTR が怪しい速さを出し出す。まあね、今隠してるからね、GTR は。何も隠してないし、もう本当逆に言うとね、本当になんで RCF じゃない、なんだっけ、 LC500 なんであんな速いのかなと思ったら、もうね、指くわえて見てるんで、またまた、ちょっとなんか余裕がある感じのやつね。そう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 、余裕があったらね、こんなとこにいないよね。ね、でも NSX もね、LC、まあ、ホンダさんも NSX でしょ、で、レクサスは LC でしょ、日産は GTR だけど、あんま変わんないじゃないですか。え、変わんないね。形がね、それちょっと寂しいんじゃないの。いやいや、いや、でもね、あの、形は似てるかもしれないんですけども、カラリンが、カラリン変わる、変わる。え、何ですか。お、カラリン変わるの。青くなるの。赤じゃなくて青くなるの。青くなるの。いや、僕しか、いや、
あの僕だけ知ってる。いやいや、あのね、あの色になる、あの紫色っぽく。嘘つけ。どこがメインスポンサーなんですか。どこだよね。でもカラーリングが変わるのは何が本当なの。本当だから、2月の中旬後半に、じゃあね、せっかく買ったのに、そうそう、買い直さなきゃいけない、また買い直さない、ほら大成功。分かった、リスモさん、ちょっとお金に困ってるから、そこでお金をいっぱい集めとしてるじゃないですか。なるほどね。そこだとか言って、毎年 T シャツ買ってるからね。毎年買ってくれるから、ね、本当なんだろう、変わるの、ちょっと少し変わるね。あ、少し変わるんだ。まあ、だいぶか。なんかサイン欲しいんですよね。どっちの欲しいんですか。今回一人だけしかもらえないんですけど、冗談ですけどね。引いちゃってるからそんなの。でも今日ね、サインしてる時間が正直ないんで、後でちゃんとやってくださいね。あ、そうですよ、もちろんもちろん。去年はなんか並んでやりましたけど。あ、はい、そうですね、はい、そうなんですよ。もうこの後ボンネット買いに行かなきゃいけない。どこに違う、どこに、どんでやった。何それ、持って帰れないの。いや、ER34 のボンネット売ってないか探してるけど、なかなかなくて。なんで、別にユーラスさんのパーツいいじゃない。ユーラスさんのは冷えないからね。冷えないからね。言っちゃってるじゃん。多分余計な話してんじゃねえか。それだったか、さっきなんか1時間ぐらいの休憩時間あったんで、すぐ部屋から西さんの外出張から出てて、外出張からちょっと時間がない、僕行きますみたいな。ボネット探し、そう、ボネット探してる。そうみんな多分はぁって感じだと思いますよね。いや、だからちょっとね、さちょっと用事、何の用事かなって多分ロンリー思ったんだけど、俺がボネット探してると思わなかった。まあ、次はさんのオートサロンはそういう場所だもんね。まあ、半分かね。とりあえず、ロールバーはゲットした。ER34 の奥山って言って、奥山さん行って、ね、ユーラさんの何だっけ、ノブケンさんに連れられて、ね、ちょっと挨拶して、奥山さんね。そう、奥山さんで、もう ER34 バッチリなんで、いつ富士スピードウェイ走ろうかな。でもね、34祭りってあるんですよ。3月4日、あれ富士スピードウェイ、ね、ドリパであるんで、ぜひ見に来てください。ちょっと僕行けるかどうかわかんないけど、なんだ、自分がいない、自分がいないのに見に来てくれ。車かっこいいからさ。まあまあね、まあ、でも3月4日にもワンダーランドフェスでしょ、それ。3月4日よりも3月12日を、まあ、12日も行きますけど、まあ、みんなもう12日来るんで、はい、3月4日もね、富士スピードウェイ。なんで3月4日だけなんですか。いや、3、4だから。いや、3月2日とか3日とかも、ほら、3、2、3、3、4ってあるじゃないですか。3号行ったらもうね、3号もあるよ。毎日日産フェスティバルみたいな。3号は、はい、3号ローレルの集まりがある。そう、ローレル GTR じゃなくて、ローレルの集まり。3人は三河でやったりとか。そう3人は3人に好きな人がいて、被らないよね。被らない。なるほど、そうそう、そういうこと負けてるんですよ。で、3、4だけは文系さんが、はい、ボリパをね、貸し切ってやってるみたいな。そう仕事絡んでるんですよ。絡んでない。あれ違う、絡んでないの。絡んでないよ。え、珍しく、うん、珍しく絡んだ。ね、だって毎年やってる。ミニは行くけど。あ、ミニは行く。ミニは行く。まあでもね、そんな華やかなイベント富士スピードやってますんで ね。ぜひ皆さん、次時間がいるかもしれませんから来ていただきたい。多分テストの調子が良かったら行ってるかもしれない。そういうことね。テストの調子が良かったら行かなかったかもしれない。まあ、今年も富士スピードウェイでたくさんのレースがあるわけですけれど、まあ、スーパー GT は、ね、皆さん当然参戦してますから、まあ、そのお楽しみということで、スーパーフォーミュラ7月にあるじゃないですか。ありますね。今年のスーパーフォーミュラはどうですか。どう思いますか。なんか情報持ってないの。あそこはオートスポーツ、オートスポーツあったね。見てないよ。いや、でもなんか俺立ってる車に乗ろうかなと思ってるんだけど。ああそれが許されるのはあなただけだね。ああ僕だけですか。すごいよね、あのね、フォーミュラーのね、すごい宣伝になってると思うね、あれ。めちゃめちゃイメージいいし、後ろにね、分解してある、ね、フォーミュラーがあって、あれもちょっとじっくり見させてもらったけど、肝心なエンジンだけね、隠してあるね。それは見せられないでしょ。まあでも、ちょっとね、面白いと思いますよ。そうだね。横浜さんだって2年目なんで、で横浜タイヤさんも多分いろいろとね、その、ほら、タイヤがわざと垂れるようにね、はいはい、一発だけグリップ出すようなタイヤとかもやってるんで、はい、まあ、また今年ね、いろいろと多分、その組織っていうかね、はい、はこう変わってくると思いますからね。あの外人も来るかもしれない。そう、なんか GP2 の、
19 GP2 のチャンピオン。そう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 。そうだよね、うん、GP2 のチャンピオンもそうだし、カラーリングもね、めっちゃかっこいいらしいですよ。あ、そうなんだ、うん、で、ルッテラー選手がどうなるかわからないみたいな話。ルッテラーは残る。あ、残るんだ。残る。生きたね。え、生きたね、うん、だって言ってたもん。あ、言ってたもん。言ってたもん。さっき、あのサーキットアナウンサーのね、うん、トークショーではそこはまだ未定だった。いやいやいや、まだわかりません。いやいや、もうだってさ、あのポルシェ行った時点で、うん、彼は残るんだ。だってアウディの DTM が出るか、はいはい、あのポルシェ の, あのウェックと迷ってたらしくて、うん、彼はあのウェックに専念して、はい、でも、はい、ウェックとスーパーフォーミュラー被ってないから出る。あ、あ、そういうことね。はいはいはい。っていう話をあの空の耳から聞きます。なるほどね。っていう話を平茶から言ってたんじゃなくて。あ、はいはいはい、ね、だから小林香美選手もひょっとしたらチームはあの KCMG ですね。ね、あれね、どんどん言うね。そうだって、あの KCMG でタイムアタックしてたじゃないですか。あ、してたしてたしてた。スタッフも来てたから、ね、これあまり触れないようにしてるの、二人が。この人バンバン喋るなみたいな。いや、だって ね、まあ、まあ、テストもやってますからね。いろんなところで露出してますからね。まあ、まだ発表してないから言っちゃまずかった。いや、言っちゃまずかったねって、別にそれが本当かどうか、まあ、仮定の話ですから。仮定、仮定の話ですからね。次違うの想像の話です。まあ、そうですね。そうそうそう、ね。あと、なんかルマンも結構変わるらしいね。あ、そうなんですか。あの、チームルマンね。あ、そういうこと、ね、チームルマンね。あ、そう、ルマン24時間じゃない。そうそう、今そっち行ったなと思って。ルマンが変わるの、どうなるか分かんないですね。誰が取るか分かんないけどね。あと、中島企画もね。はいはいはい。いろいろあるみたいですね。だからそういった意味では非常にこう話題性の多い1年になりそうですね。それはそうですよ。もちろん GT もね、その新しい車両になりますし、はいはい、ね、レギュレーションも変わりそうですしね、うん、であともう1台あのスーパーフォーミュラー余ってるはずなんで、はいはい、まあ富士スピードウェイの人が買っていただいて、この3人が乗るしてもらえればね、はい、今あの富士スピードウェイでピットの準備してくれてる。チェカピット、そう、 B ピットの一番1コーナー寄りにチェカピットっていうのを用意してもらって、新しいのにもう1個ね、はい、作ってもらってね、でじゃんけんで好きなコース出ようみたいな。はいはいはい、で富士でオーディションやって、この3人で速いドライバーが富士線出る。そういうことだ。そういうことだ。そんなことを昔からあの S 帯でやりようみたいなこと言ってた。そうだよ、あのチンクチェントの話どこ行ったんだよ。チンクチェントはなんか車が結局なんか調子悪くて。調子悪い。何ですか、調子悪いっていきなり。これ S 帯出たいよね。S 帯今年で70代くらい。70代、うん、すごい。しかも9時間だよ。え、9時間は9時間だよね、今回今年の、ね、あ、今年の何、今年のスーパー耐久富士は9時間。9時間耐久だから僕ら9時間仕事で。え、去年は何時間ですか。6時間。いや7去年が、で今年が9で、去年が今年は9時間、去年も9時間。去年も9時間。変わらないね。変わらないんだ。変わらないんだ。9時間走るってすごくない。すごいね。9時間の解説もすごいね。そうだね、9時間の解説、9時間のチェカレンジャーの仕事もすごいね。あれも大変なんだね。大変だよ。ウィックですら6時間なの、ね、走りたかったもん、だってだ、ね、から3時間とか5分走ってじゃん、9時間走ってじゃん、読書やってたら眠くなるよもんね。走ってたら目覚めるやん。あ、まあそりゃそうだよね。だからチェカが3人エントリーして、はい、1人走ってる間に2人が仕事しててやろうって言ってたけどね、なかなかロニーが車用意してくれないから。いやちょっと時間の問題で。でもさ、それできたらさ、うん、場内で無線の放送とかあったら面白いよね。そうだよ、チェカレンジャー喋るね。チェカレンジャー喋るとかさ、今結構もうそういうことができそうだからね。できるできるできる。次時間どう今みたいな、ね、そうみたいな。今だって映像も飛ばせるでしょ。そう、映像飛ばせる。ちょっとあのハンドルが取れてる、ちょっと準備してよ。そうや、あなた、それあなた。で、俺あれ無線で今ロニーがトイレ入ってるから待ってって言って。俺こうやって運転するの。そう、ね、だから上手に運転しないといけない。まあスーパー体験もありますし、そして忘れちゃいけないのがウェックね。24時間、いやー24時間、ウェック24時間、6時間、ウェックが面白かったね、去年。そうね、最後の最後まで、ウェック面白いね。やっぱりルマン24時間で、まあトヨタさんガズレーシングが ね勝ってほしいね。勝って、そのまま凱旋で、富士スピードに来てくれたら、まあ勝ったからね、はい、最後あのちょっとね、アウディとどうなるかちょっと 見物だったけど、まあそこでアウディが勝てなかったからアウディ辞めたんじゃないかってね。ああ、そうなの、冗談ですけど。真顔で嘘言わないで。
誰も突っ込めなくなっちゃう。まあでもね、あの、はい、LMP2 クラスは、はいはい、全部新規則なんですよ、だからまあ、P1 も面白いですけど、はいはい、P2 が3メーカー、4メーカーにシャーシが絞られて、はい、エンジンがギブソンっていうエンジンになるんで、600馬力なんですよ、はい、だからすごい馬力。今まで何馬力だったの？今までは450とか500。あの昔のスーパー GT500 のエンジン。そうそう、あれ の600馬力仕様なんで、はいはい、相当今タイムが3秒か4秒ぐらい速いってますね。だからスーパー GT と同じかちょっと遅いぐらいかな。そういうことなんだ。すごいね。でも今年、今シーズン そのウェックにはまた頑張って乗りたいみたいな動きとかしてるの？いや、してますけどね。だから車が新しくなっちゃったから、はいはい、そのチームもなかなかね、やっぱ予算があるじゃないですか。だから予算持ってこれるドライバーが必要なんで、はいはい、富士スピードウェイさんにお金を出してもらって、はい、ウェック富士にスポットさんそこすらスピードウェイ出してもらう。車1、2台売ればいいですよ。次の次屋さんのね、持ってる3、3、3、2、3、4と多分ね、1、2台全部売ったとしてもタイヤ代ぐらいしかないそんなことないです。あの希少な青い 3、4GTR 売っちゃえばいいじゃん。いやそれね、ウェックはね、結構持ってかないと乗れないのよ。あ、そうなの。 D2 で年間4億ぐらい最低かかる。4億。だって全部転生ですから、はい、世界中で行きますからね。だから、多分今年の車になったら多分4億といかない、6億ぐらいの、はいはい、全部宝くじ当たらないといけない。いやいや、宝くじ当たっても無理だよね。できないか。10億円、なんだろう、年末ジャンボ10億円だったっけ。そう、10億円。10億円あったらちょっとね、できる、できたかもしれない、ね、それはチームスポンサーなの。チームスポンサー。いやでもあれねでもあれですよ、そのなんだろうね、今世界のレースの話しましたけど、逆に今世界が日本のモータースポーツ注目してるじゃない。してるね。どんな速い選手が来てもなかなか勝てない。勝てないね。返り討ちにしてるわけですよ、あなた方が。そういうことですね。帰りなさいみたいな感じで。まあでもね、レックでもう一個面白いというと、はいはい、今年アウディがいなくなったじゃないですか、でそのドライバーが LMP2 とか GT クラスで結構散らばるんですよ。おお、なるほどね。そうだから日本に来たくてもやっぱり日本はレベル高いって分かってるん で、はい、あで、まあ、もちろんウェックもレベル高いんですけど、はいはいはい、まあ、結構だからそういった意味では内容の濃いレースが多分見られるんじゃないかな。そういうことね。そうなってくるとやはりこの富士スピードウェイでのこのウェックね、10月にありますけど、これもだいぶ大注目だ。大注目だね。だから LMP2 が GT のタイムを抜くかどうかっていうのはちょっと見たいね。ここはまず一つの一つの注目ポイント。 P2 がそこまで速くなってもやっぱり P1 のハイブリッドの方が速いね。まあ、全然速いです。だってハイブリッドのあの車はだってスーパーフォーミュラと同じタイムですから。そうか、1分21秒とかそれぐらいですからね、はいはい、なるほどね。それがそれよりもそれに近づくぐらい。だから逆に言ったらフォーミュラーと GT500 だ。 LMP2 は GT500 で、はいはい、LMP1 はフォーミュラーって思った方がいいかもしれない、はい、なるほどね。でもやっぱり日本人ドライバー乗ってほしいな。乗りたいね。乗りたいよね。トヨタさん乗ってますけどね。え、トヨタさん乗ってるね。誰が乗ってる？トヨタ、トヨタ。あ、トヨタさん乗ってるね。はい、ね、ひらちゃんも乗りたいでしょ。ひらちゃんも乗りたい。世界行きたい。まあ、ルマンはね、挑戦したいですよね。24時間だけでいい。でもあ、世界中が行きたくない。あ、でもルマン24時間だけは挑戦できないんでしょ。あれなんかできないですよ。そう、できなくなってるんですよ。ルマン24時間出るためにはスポット出戦できない。あ、ドライバーはできるけど、チームとしてはダメ。あ、そういうことね。あれ、どういうレギュレーションになってるんですか。だからチームはあれなんですよ、前線出てるか、あとは ELMS っていうカテゴリーでランキング3位以内入るか、はいはい、あとはアジアルマンでランキングトップになる人じゃないとルマン出れない、はいはい、あ、そうだよね。で、去年の KCMG は前線出てないんですけど、一昨年のウィナーで出れた。あ、そういうことなんだ。そういうこと、はい、しかもその予選の、まあ、ルマン24時間の予選と言っていいのさ、アジアルマンも富士スピードウェイであるんです、ね、あるんです。あの、本当にね、すごいいっぱい目白押しのレースばっかりで、これはね、ぜひ皆さんスピードウェイから目が離せませんよということですね。そして2月の11日にはなんと平塚もね、さっきとは違うものと、さっきとは違うものの、イベントやります。イベントやりますから、さっきと相当これね、辻田さん誘ったんだけどね。あ、はい、あ、そう
まあでもカート大会今年会えば行くから11月3日来てください。会えば皆さんも、はい、それ行きましたね。チームで行くしゃれなね、富士スピードやね。あのいや近所だね、近所だね、近所だね。何と言っても分かんないね、あの人ね、この人は本当にもう。まあでもね、まだ今年もこの3人で、はい、まあ、この4人でね、楽しいトークショー。4人って誰？俺。ああ自称たまに違うアナウンサーがやってるけどね。さっき言ったあの可愛い子がやるんじゃないの？いやそれじゃなくて、これ僕じゃなきゃダメでしょ。ああ、ダメだね。友達がナンバーワンだからね。ナンバーワンだね。いつも終わった後ナンバーワンじゃないって言ってる。え？多分そういうタイプだからね。いや最近株が上がってきた。あ、そうですね。それあれでしょ？ただあの丼やっただけでしょ？丼やったからでしょ？丼ね。そう。肉増し増し丼勝ったからね。勝ったね。ロニー募金どれぐらい集まったの？全部いや、ピックアップの車1台を買えるための募金なので、あんなぐらいの車を、うん、1月中にアマトリチェという一番被災した町をあのプレゼントする。それは町長の希望で、やっぱり僕は山の町なので、はいはい、あの雪も降ってるし、だから荷物は運びたい、はい、だからあの車がないと困る。なかなか集まってる募金で、はいはい、車買えないでしょ、そう、ね、みんなに、まあ、家を建ててくださいみたいな。でもプレゼントでくれたら誰も何も言えないから、すごく感謝してるんですね。だから1月中にそのセレモニーがあるんで、ちょっと僕はちょっと忙しくて行けないかもしれないけど。なるほど、はい、はい、さあというわけでですね、はい、無理やりロニーの話を切って、ここから何でしたっけ、エンディングに参りたいと思いますので、見ながらか、あのですね